高知駅では近くにある石之助学園の園児90人が歌や踊りでイベントを盛り上げ、駅の利用者にチラシなどを配りました。いたじら電話はいかんがで、そうで、何にもなかってさ、電話したら捕まるで。助けてほしい時だけにさ電話する。県警によりますと、去年1年間の通報件数はおよそ5万2000件で、1日平均142件。このうちおよそ半数が免許の更新や落とし物についての問い合わせなど不要不急の内容です。限られた人数で110番の方を受理していますので、不要不急の電話がかかってくると本来必要な110番の方に対応できなくなる可能性があります。正しい110番の利用について考えていただきたいと思います。県警は相談や問い合わせなどはシャープ 9100-9110 へ電話してほしいとしています。